カテリ・テカクウイタは17世紀来たアメリカのインディアンも、ホーク族の女性、カトリック教会の聖人、モホークのユリと呼ばれる。カテリ・テカクウイタは、モホーク族の酋長と捕虜として連れてこられた部族の娘、マリアの娘として、オッセル・ネノン、現在のニューヨーク州オリエスビルで生まれ、母、マリアは、幼少時、フランス人開拓者に引き取られた孤児で、キリスト教の洗礼を受けていた。 父は、モホーク族の中で、カメと呼ばれる、最高の地位についていた。カメは、モホーク族の間で神聖な生物として、崇拝されていた。出生時の名は、ワシェ君、テカクウイタは、両手を突き出して進む人の意味である。テカクウイタは母から、キリスト教を教わり、それが彼女の人生に、大きな影響を与えことになる。しかし、テカクイタの父は、 キリスト教を心よく思わず、娘から遠ざけようとした。その後、弟が生まれたが1659年、彼女が3歳の頃、天然痘が流行し、核尊落が全滅し、1660年、両親と弟が病没、孤児となった手隠いも感染する、物母の友人であるアナスタシアの献身な看護で、回復し父の妹夫婦に引き取られ、幼女となった。 おば夫婦の下でも、ホーク族の生活習慣を身につけたテカクウイタは11歳の頃、初めて宣教師と出会いキリスト教に興味を惹かれ行く。1673年、17歳となったテカクウイタは、部族の習慣に従い結婚することに決まったが、違和感を持って拒み、1976年、正式に洗礼を受け、カテリと名乗る。それがおばらの迫害を受け、彼女は、 逃亡を決心し、イエズス会がセントローレンス川沿いに建設した金明けの祈りの家まで命さながら脱出した。祈りの家は、キリスト教信者となったイロコ遺族が、規則正しく生活を送る場所であった。テカクー板から献身に信者を支えながら質素な生活を送り、1680年4月17日、死去。テカクー板の霊性が認められ、 1980年6月22日、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世により、劣服、2012年10月21日、ベネディクト16世により、劣勢された。ありがとうございます。